ササクレヒトヨタケは、ハラタケかササクレヒトヨタケ属に属する、キノコの一種。全体の高さ3から12センチメートルほどになる、中型イシアや大型のキノコで、傘は先端に丸みを帯びた円筒型を呈し、通常は平らに開くことはなく、全長1.5から7センチメートル、最も太い部分の小道は1から3.5センチメートル程度である。表面は、白色。 繊維状で粘性をかき、開白色ないしかすかに、クリーム色を帯びた、平たいささくれ状のリンペ片ンが散在し、傘の縁は避けやすい。傘の肉は、極めて薄く、脆くて柔らかく、変色性をかき、ほとんど無味無臭である。ひだは、ごく密で柄に、自家製ないし、理性しており、薄くて比較的幅が広く、幼児は白色であるが、成熟に伴って、傘の縁から次第に、 ピンク色を経て灰紫色となり、さらに黒変し、傘の肉と共に最後には、黒インク状に液化、溶解して消え去る。この液化は、腐敗によるものではなく、ささくれ人よだけ自身が賛成する酵素の働きによる、自家消化である。柄は、基部が防水状に膨らみ、白色で光沢があり、脱落しやすく薄い膜質の小さな、唾を備え、内部は環状に中空である。 宝子は楕円型で一旦に、明瞭な発芽孔を備え、表面は平滑、黒褐色ないしほとんど、黒色を呈する。飛田の側面にも円にも多数のシスチジアを備えている。金子には、カスガイ連結を有する。春から晩秋にかけて、草地、庭園、二十歳、あるいは露房などの有機質に富んだ地上に、個性内視群生する。時に、 馬や牛などの糞上にも見出されることがある。代表的な不正菌の一つである。最近の研究によれば、本種は線虫を捕食し、窒素源として死化する線虫捕食菌の一つでもあるという。極地を除いて、ほぼ全世界に広く分布する。日本国内でも、各地で普通に見出される。外観上で、紛らわしい有毒キノコは知られておらず、味も良い。海外では、 キノコ狩りの超初心者が、まず覚えるべきキノコの一つとして扱われている。ただし、液化が始まる前の個実体は、猛毒の大城から傘丈の要金と似ているので、注意が必要。ヒダが純白で黒ずんでいないつぼみを主に利用するが、傘やヒダが液化してしまったものであっても、柄は食用にできる。ソテーやフライシチューなどによく使われ、さっと茹でて、 温野菜サラダに加えられることもある。なお、本種と同様に傘や膝に液化性を持つ人よタケは、アルコールと共に食べると一種の中毒症状を起こすが、ささくれ人よタケには、その危険はない。松本霊児の作品、男をいんに登場するキノコ、サルマタケのモデルはささくれ人よタケであるという。主に馬の糞状に発生するマグソ人よタケは、外観が多少、 ササクレヒトヨタケに似るが、全体にやや小型で、傘の表面を覆う臨ペンがより繊細で、消失しやすいことと、胞子がはるかに大きいことで区別される。前者も無毒で、ササクレヒトヨタケと混同して食用にしても差し支えはない。従来は、ヒトヨタケ科に所属し、ヒトヨタケ科及びヒトヨタケ属のタイプ種であったが、DNA 塩基配列に基づく、 分子系統学的解析の結果、原竹化に移された。岩竜アミノ酸のエルゴチオネーンを豊富に含む。最近では、人工栽培も試みられ、コプリーヌあるいは、コケシタケなどの商品名が与えられて市販されつつある。本オ、ミングモー、シュチェウェイファン、スワニエルアイアンドカッチンチャン、キャプラネスコミュータス、A、ベシドヘマイジート。 フングスフォームズノベルスパイニーストラクチャーズ&、ンフェックツネマトデマイケロージア96、1218から1224、オンラインハットベンジャミン、ドニアールマッシュルームズ、ポイゼンスパネシャス、エイハンドブックフォーナチリリスツ、マイコレジェスツフィジシャンズ、ニューヨーク、 whfreeman and company, p285, i s b n 0 7 1 6 7 2 6 0 0 9 h t t p s a m e b l o j p m a g i c a l p l a n t s e n t r w 1 a 9 9 1 9 8 9 9 7 1 h t m l ありがとうございます。